大田近江大海大城、藤原正嗣は、江戸時代に幕府御用を務めた芋野氏の名跡。出身は、大海国久留本郡辻村。代々、大田六右衛門と称し、江戸深川で、盆昇や、天水桶、鍋、釜などを鋳造した。江戸町大民からは、釜や六右衛門や、釜六の俗称で知られ、江戸の長者番付にも名を連ねた。 大田大江大城の称号を受領し、教法2年からは、将軍家の、おなり先、古洋釜氏を務めた。代表作に、台東区、戦争時の盆昇や墨田区江公院の銅像、阿弥陀如来座像がある。大田大海大城、藤原正嗣は、大見国久本軍、辻村出身の芋野市で初めは、代々、大田六右衛門と称した。大海から江戸に上り、町民のために、 鍋や釜など日用品を鋳造する一方で、自社の盆昇や、天水桶なども数多く制作した。江戸幕府が、文政9年から3年にわたり編纂した、知事、五府内尾行には、大田六右衛門とそのいとこ、田中七右衛門が、寛永17年に、江戸の芝居で食したとある。また、田中七右衛門の四男、田中千梅が、父から聞いた話を、 京法17年にまとめた、深川金谷の京並び芝店の由緒では、大田六右衛門は、当初、田中七右衛門の店で働いたとされる。寛永17年に、田中家の三男、筒木が25歳で、江戸へ上り、美の国の店を閉めた時系と共に、芝の田町に店と工場を構えた。店の経営を時系が、商品の細工を筒木が担当し、金谷を開業した。 質には、田中七右衛門を名乗り、十年ほどして、諸国で職人をしていた母方のいとこ、安左衛門を芝の金谷に呼び寄せたという。安左衛門が働く田中七右衛門の金谷は当初、経営難であった。深川金谷の京並び芝店の由緒によれば、芝での芋は、湯が悪く、質が悪いものが増え経営が悪化、炭や古金の仕入れにも困ったという。しかし、 明暦三年の大火で、鍋釜の需要が増加、古金の相場が下る一方で、鍋釜の価格は上り、繁盛店に転じたとされる。しかし、翌年、近隣で火事が起こり、火元が、金谷だと疑われた。事実無根となったが、金谷の近隣住民は増す一方で、中造に向かないと、判断、都市化の進む芝から高輪へと移転した。しかし高輪では、 運搬に必要な船の便が悪かったため、万事2年さらに、江戸深川の大島村へ再移転したという。移転理由について、幕府編纂の御府内尾港では、芝の店の土地が増上寺拡張の御用地となったため、万事2年に深川上大島町に移転したと記されている。大島村へ先に移転したのは安左衛門だった。深川金谷の京並び芝店の由緒には、 万事元年高菜開店後、安左衛門は閉店した本所、江光院村の金谷の道具を買い取り、田中七右衛門の金谷に土やわら、縄、俵などを収めていた五本松の百姓、次良左衛門から屋敷の土地を購入し独立した。安左衛門は西を、大田都市、大島で大田六右衛門の金谷が開業した。翌年、田中七衛門も、 大田六衛門の金谷の西隣にある土地を買い、高輪から河川に恵まれた大島村へと移転した。以後、両家は大島村で代々、芋の業を営み、大田六衛門は釜屋六衛門や釜六、田中七衛門は釜屋七衛門や釜七の俗称で町民に広く知られ、両人とも江戸の長者番付に名を連ねるほど繁盛した。 江戸時代に書かれた店の紹介書、江戸買い物読案内には、鎌屋六江門の店として、小網町二丁目に、鍋鎌問屋、深川上大島町に、釘鉄動物問屋の2点が掲載されている。大田六江門の鋳造技術は皇族にも認められ、大城を受領した。近世の城は、三宅や宮中が、職人、芸能人に授けた称号で、大城は、 最高位の名誉法だった。五府内尾港では、遠方5年に、京都より、大海大城を授かり、安永7年皇族、加重寺宮から、大田大海大城の名を受領されたとある。作品の名にはそれ以前から、大田大海大城、藤原正嗣が刻まれており、元六五年中造した、戦争時の盆章元六七年中造した井口天神社の同姓鳥居 元六十一年鋳造した漢王子の盆昇など、多くの作品に見られる。特に、明暦の大化の犠牲者を供養するため、大工、太田近大田大海大城、藤原正嗣が9人の将区を率いて、法営二年に鋳造したという絵工院の銅像、阿弥陀如来座像は、その姿形、技法とも優れた代表作で、10所ほどに分けて鋳造したが、 つなぎ部分がわからないほど成功な仕上がりである。教法2年、徳川将軍家が、尾じ川を通る際、大田六右衛門と田中七右衛門が焚き出し、御用を命ぜられ、これ以降、両家は代々将軍家の、御成先、御用釜氏を務めた。大田六右衛門の初代の没年や経譜は不明だが、江戸時代の平均寿命や最高齢を鑑みると、 幕府御用となったのが初代である可能性は低い。田中七右衛門の初代は遠方7年に、大海で隠居し、玄禄六年78歳で没したという。また大田六右衛門は、大海の辻村に本宅を構え、ゼゼ藩の御用も受けていた。大田六右衛門が、ゼゼ藩の奉行所に提出した、願書、御用向きに不願い書者には、田中七右衛門と合同で、 将軍家の日光社産に必要な鍋釜1440個を注文された際、大田六右衛門が、是々藩からの雇用依頼に対し優用を願い出たことが記されている。大田六右衛門の名跡は11代目まで継承され、明治維新後まで続いた。小説家、谷崎純一郎は、著書、幼少時代の中で、祖父が、 深川の釜屋掘りで釜を製造する釜六という店の総番頭だったと述べている。明治維新時、主人一家は田舎に避難し、谷崎の祖父が店の営業を続けたため主人から得とされたという。その後、祖父は明治十何年かに活版印刷業を始めたと書いている。田中七々江門の店は一族の浅江門に引き継がれ、釜屋浅江門商店となって、 明治末年まで存続した。大見国久留もと辻村は江戸時代に芋の市を数多く排出し、彼らが全国各地に店を出すことで栄え、その足跡は秋田県から山口県まで広範囲に及んでいる。中でも多かったのが関東方面に出向いた芋の市で、元禄年間に55人を数える。当初は江戸柴田町の地、後に 江戸深川に店を持った大田六右衛門と田中七右衛門が代表格で江戸町人から釜六、釜七の俗称でよく知られた。二人はいとこの関係にあり、共に長者番付の常連で幕府御用の芋の氏も務めた。他にも田中自在門、田中七左衛門、田中九衛門、田中吉左衛門、寺田次郎兵衛が江戸で活躍した。 江戸の盆昇数は、西村家が鋳造した97口、小川、または小川屋による90口に次ぎ、辻村出身者作の金が多く、大田生が72口、田中生が65口を鋳造したとされる。辻村の芋の氏が、諸国に出向いたのは鍋釜を運ぶ費用を抑えるためだった。本家と祭子を辻村に置き、地元で雇った職人を各地の出店に派遣して、 主人は本家と各地の出店を往来した。鋳物は日常生活に必要な鍋や釜を中心に、盆栓、ワニ口、灯籠、天水桶にも及んだ。辻村ゆかりの名がある最も古い作品は、象徴元年に鋳造された加茂群日野町、金剛寺の盆栓が考えられるが、戦時教室によって失われている。現存する最古の作品としては、 天正2年に作られた、安市、岡見神社の鉄湯釜が確認されている。浅草寺寺の鐘、太田近江大田大見大城、藤原正次が鋳造した初期の盆章は、東京都内では浅草寺、豪徳寺、観王寺に原存が確認され、三口と木の有形文化財に指定されている。中でも代表的な盆章が浅草寺の盆章で、 金身の高さが212センチメートル、口径が152センチメートルと三口の中では最も大きな金である。戦争時は五大将軍、徳川綱吉の命により、元禄四年から大改修が行われ、盆昇も元禄五年に大田大見大城、藤原正次によって改修された。同盆昇は江戸時代から寺の金として町民に親しまれ、 現在も毎朝6時に、明け6つの鐘が鳴る。また、同文章は、徘徊し松尾芭蕉が、花の句も、鐘は、上野か、浅草かと俳句に読んだことでも有名だが、この句は海中の5年前、上京4年に読まれた句である。墨田区、恵光院の銅像阿弥陀如来座像は、造高282センチメートル。 膝張り百六十五センチメートル、連大八十センチメートルで、東京都の有形文化財に指定されている。エコインは、明暦三年の大火で亡くなった霊を弔うために、建てられた寺院で、遠方三年に供養塔と、阿弥陀如来像が造立された。しかし、元禄十六年に銅像が消失。現存する銅像阿弥陀如来座像は、宝永二年に大仏師、 原田左京邸宅の原型をもとに、大工、大田大見大城、藤原正嗣が9人の将区を率いて、再意したものである。銅座像はその姿形、技法ともに優れ、10箇所ほどに分けて鋳造したパーツの、つなぎ部分がわからないほど成功な作品である。鎌屋は、江戸時代、深川上、大島町のうなぎ側と大横川が交差する北東の、 角に店を出した大見出身の芋の市、大田六江門と田中七江門の野号で、鍋や釜、盆晶などを鋳造し、代々にわたって、盛大に芋の業を営んだ両家にちなみ、周辺の堀を釜屋堀と称した。現在、江東区大島一丁目二番地には、釜屋堀公園があり、釜屋跡と,と刻まれた石の標柱が立っている。また公園に面した、同川沿いの道路は、 釜屋堀通りと名付けられている。釜屋の私は、小波川の両岸、現在の大島一丁目から十八丁目と北砂一丁目から三丁目を結んだ渡し船で、江戸幕府が編纂した五船備港の中で、上大島町の港に、都州城とあることから、江戸時代後期には開始されていたとされる。また、昭和十七年間港の上東串港に、都船上の記載があることから、 廃止はそれ以降とされる。江戸名所杖の中の絵、同じ川五本松の右上には小さく鎌山への私らしき船が描かれていて、当時の様子が伺える。また、鎌屋の私屋と石踏みの案内板には明治末頃、川沿いに立ち並ぶ芋の工場の写真が掲載され、両岸に大規模な鋳造所があったことを示している。東京深川釜屋堀鎌7鋳造所が、 明治26年に配布した当時の広告チラシ、引き札には建物がいくつも並ぶ、鋳造場の俯瞰絵が描かれ、場内にはトロッコを押す人や、第8社を引く人など労働者の様々な姿もあり、当時の活気と繁盛ぶりが伺える。またの引き札の周りには120以上もの製品の絵が掲載され、多種多様な製品を鋳造していたことがわかる。引き札に、 京橋区本八丁堀五丁目の住所が載っており、当時本八丁堀にも店があったことがわかる。ありがとうございます。